歌ってくせ。手首。歌ってくせ。大丈夫だ。行け。行け、早く行け。早く行け。だ。おお、もうちょっと下げよう、もうちょっと下げよう。欲しいけど、行け行け行け。大丈夫だ、分かった。止まるな。やれやれ。10まで行け。10まで行け。はい。休み前じゃない。はい、ひなたどうかい。あ、レミいけるわ。頑張れ、ひなたどうかい。あと1回。あと1回、ごめん。あー、よしよしよし。メンバー発表の時は仙台の家で見てました。あの膝に犬乗せて一緒に見てました。本当にすごいたくさんの方々からメッセージいただいて、いろんな方に応援されて今自分がいるんだなっていうのを改めて感じましたし、たくさんの人の思いも背負って戦いたいなっていう思いがもっと強くなりました。レッツランドのクラブハウスで見てました。いやー、チームメイトのみんなが喜んでくれたのが一番嬉しかったです。直近の男子のワールドカップはすごい見てましたし、まあ、ドイツだったりスペインだったりそういう相手にああいうゲームができたのは、なんだろうな、本当に日本が熱狂したし感動したし、ああいうゲームができたらなというふうに思います。こんにちは。サミットですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。お願いします。リエさん、バッチリと撮られてる。リコちゃん好きなんですか？今日楽しみ？お、キコさん好きなの？はい。どういうとこが好き？シュートがあれ、心地、あ、力強いのか、うん、力強いところと、まあ、フィジカルが強いところが素敵。サッカーしてるの？はい。トレーニングは、ソニックイーローの選手たちに協力してもらって、全員で46年間で OK! アイゴー！ OK！ アイゴー！
ございました。よろしくお願いします。じゃ監督から我々に。あ、こんにちは。お疲れ様です。最後、オーストラリアに行って、優勝する姿をまた期待してますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと教えてよ。そっち締めしよう。ぜひワールドカップ優勝してください。終わります。できた、ついてきた、ついてきた。たくさんの方お集まりいただきまして本当にありがとうございます。もっともっと質を上げて、ニュージーランド、そしてオーストラリアに行ってワールドカップ優勝を目指して頑張っていきますので、なでしこジャパンの応援よろしくお願いします。力になるので、あと普段応援してくださってる方も見に来てくれたりとか、本当に力になります。超頑張ります。ありがとうございます。局面で次あるのがいつ来るかも分かんない状況だから、練習でできなかったら試合ではできないっていうイメージなので、じゃあなぜ今はキャッチできなかったのかに対して、自分はこうするべきだった、ああするべきだったで初めてもう一回同じ局面来た時にいいプレーができると思うから、その予測と準備っていうのは練習の時から意識してます。この4人も間違いながらキーパーをやってきたから、もう間違ってもいいから本当にとにかく喋るっていうのは本当に大事だなっていうふうには思ってます。3列ぐらいにできます。もう一回行きます。はい、チーズ。緊張したけど、自分の一番の課題をちゃんと質問することができてよかったです。世界と戦ってるかっこいい姿を見たいです。飛んだシュートもボールも止めて世界一にチームを連れてってくれるキーパーを見たいです。夢を与える立場になったなっていうふうの、まあ、自覚と責任が生まれながら、本当に夢見る少女たちがすごいキラキラした目で見てきて、すごいなんか自分も頑張らなきゃなっていうふうな気持ちになりましたし、何か自分らが話したことで少しでも頑張ろうって思えれるきっかけになったらいいなっていうふうには思います。ファミリーだっていうのはすごい思いましたし、すごい応援してくれてるなっていうふうに思ったと同時に、やっぱそれを結果で返さなきゃいけないなっていうふうに思えた日なので、まあ、また明日から練習頑張ろうかなっていうふうには思います。
みんな大丈夫？はめられる？いいね。お、いいね。これもいける？こっちもいいね。でかい？これでじゃんけん大会ね、もう一回。最初はグー、じゃんけん。ほい。あ、いけないけない。いける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 。シュートが来る前、動いてる？準備してる？うん。蹴られる瞬間は準備できてるね。それじゃないじゃんね。はい。はい、さあ、構えて。グッ。はい、構えて。はい、構えて。はい、構えて。おい。おお、いいね、いいね。まあ、みんなキャッチいいぞ。はい、やばいよ。おお。楽しい。OK。これちょっとトライしてみて。切り替えは？そうね。ナイス！ナイス！名前聞いたのルカでね。クリア！あー、OK！ はい！クリア、守備！守備！おー、ラインカバー！素晴らしい、ラインカバー！すげーな、ナイスキーパーだね。出てくると思わなかった今。チャンス！あー！シュート！オッケー！スキーパー！ナイスナイスナイス！キーパー！ナイスナイスナイス！やってました！やってました！楽しかった人？ゴムが一番早かったけどね。楽しかったです。みんな今日一緒にゲームとかキャッチとかやったりして、みんな本当にめちゃくちゃ上手いので、なんか緊張するとかいろんな話あったけどね、もっと自信持ってほしいなっていう率直に思いました。なので、これから私たちの大事な大会をみんなで強くなっていきましょう。あとワールドカップあるので、みんなファミリーで戦うっていうところ、みんなで戦うからね。みんなで、だから応援しながらみんな戦ってください。いかがスタートでもいいです。何でもいいです。いくよ、3、2、1、はい。最後にイエーイ一番高いよ。楽しかった。リセイスと一緒にサッカーしてた。嬉しかった。よかったら写真撮らせてください。すげえ。すごい。すごい。ルカそっち。すげえ。ありがとう。ありがとう。楽しい。楽しいしかない。キーパーって怖いとか痛いっていうイメージがある中で、小学生からそのキーパーをこうやりたいって思ってくれてることがすごい嬉しいし、その新しいポジションだったりそのチャレンジに対して自分たちが何かしてあげることはないのかなっていう中で、まあ、こういうタイミングよく一緒にキーパーをするっていうことは自分にとってももう一回頑張んなきゃいけないっていう原点に戻った感じがしたので、すごいあの中からなでしこジャパンのキーパーが出てほしいなと思います。いやみんな可愛かったです。めちゃくちゃあのペアでめちゃくちゃ楽しんでくれたし、自分もその11年のワールドカップの、ね、カイホルさんのプレーだったり、まあ、他にもその男子のプレーももちろんそのいろんな人のかっこいいプレーを見て育ってきたっていうのはあるので、それを見せる番になったんだなっていうのは、まあ、まだこう不思議な部分もあるんですけど、ただやっぱりそういう、なんていうんだろう、実際にプレーを見てっていうのが一番こうかっこよく見せれるポイントかなと思うので、将来の子どもたちのことも考えてプレーするっていうのは意識していきたいというか、そういうポイントになったなって今日思いました。やっぱ短い大会で一体感みたいなところは本当に大事になると思うので、そういう、ポジティブなエネルギーをたくさん発していけるように笑顔で頑張りたいと思います。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leo.
ありがとうございます。この車どこで走るんですか？東京？これは東京です。都内23ぐるぐるずっと走ってるんです。ほう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 。で連携されると、あの地図で見れるはずなんですよ、どこにこの車輪があるか。すごい。なので、それはエンブレムとかになるんですか？さすがに。なでしこジャパンのロゴ。すごい。あのが走る。はい。へえ。あの針で落ちてくる。あ、いい。じゃあ集まって。こんにちは皆さん。みんなこのワールドカップにかけてると思いますし、この年で自分の国を背負って戦えるっていうのは、まあ、そんな名誉なことはないと思うんで、思う存分胸を張って日本のために頑張ってほしいですし、まあ、僕らも男子ももちろん応援してますし、まあ、僕も選手会長やってるんで。まあ、キャプテンだったり他の選手の話も聞いて、まあ、それを少しでもみんなに還元できるように取り組んでいるところなんで、いつでも分からないことや要求があれば話してもらっていいですし、あとは今日終わって怪我なく終わって、怪我せずに本大会にちゃんと入っていけるようにしっかり次のこの3日ですかね、3日のオフで息を養って、でまたみんな最大限の元気を持って熱量を持って結果を出してくれることを願ってますし、応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。いつも。本当だ、すごい。めっちゃ色の種類。種類家で応援します。また YouTube アカウント JFATV や皆さん盛大な拍手でお帰りください。黄色いとなるオーダーメイドスーツブランドリファレンスのなでしこジャパン新オフィシャルスーツセットを着用してご登場いただいております。この新オフィシャルスーツセットですが、皆さんのパワーを、たくさんもらって、ワールドカップに向けて充電満タンでいきたいと思います。今日はよろしくお願いします。せーの、頑張れなでしこジャパン。ありがとうございます。素敵な壮行会ありがとうございます。皆さんの応援をパワーに変えて、女子サッカーの未来のために私たちが世界で戦えるっていうところを証明していきたいと思っています。また、ここまで本当に一緒に戦ってくれた仲間たちの思いも全部、自分たちがしっかり受け止めて、このメンバーに選ばれた責任と誇りを持ってワールドカップ戦っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。そしてワールドカップの応援よろしくお願いします。まず楽しかったですし、本当に皆さんのパワーが本当に力になるなと改めて感じましたし、そしてやっぱ新しい学校のリーダーさんが本当に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれて本当に嬉しかったです。より頑張ろうと気が引き締まりました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。